今年って寒くないのかね。今年は寒くないよね。寒くないよね、うん、夏怖いな。ああ、暑くなるかもしれない、ね、100% 暑いじゃん、ああ、あの多分去年より。そうでしょうね。どうなんだろうね。お前何月が一番好き？何月かな。おい、お前人のラジオの時にあくびしてんじゃねえぞ。そうやった。おいおい、何家の感じになっとんなら。まあもうやったしまったことにはね。何月か。何月が好きかな。ベスト12やろうぜ。そんなに話すことないのかよお前。シャケオーケストラの。ラジオを聴きよ、皆さんこんにちは。こんにちは。シャケオーケストラのシャケの話、はい、司会進行のシャケオーケストラとアシスタントのコシモモです。モミモミ。シャケオーケストラのシャケの話は毎週土曜日午前1時に YouTube で配信中です。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。番組の絵のおい、お前何LINE のやり取りしながらお前人のシャケオーケストラのホームページ内のラジオの投稿フォームよりお送りください。メールでのお便りはシャケの話 @gmail.com に送ってもらっております。またシャケの話は番組のスポンサーになってくれる方を募集しています。給料個人問いません。1エピソードのみのスポンサーでもお気軽にお問い合わせください。すべての詳細は動画説明欄をご覧ください。今回の放送は美容室駒沢ブリーさんの提供でお送りします。はい。でだからやろうよ、お前の好きな月。好きな月ベスト12。普通3とかで、これなんか前やった気がするよな。ナンバーこれも言ったよね。なんか言った気がするよな。好きな12子にしようか。いや、もっとねえわ。もっとねえな。大体1位は自分のぐらいだもんな。そうでしょうね。好きな月も自分の誕生日じゃない。いやでも夏好きとか、あ、なんかクリスマス好きとか、1月やっぱり正月の感じ好きとかだとしたらやっぱり暑くもない寒くもない4月9月に。4月寒いぞまだ。5月雨降るもんな。何この、何盛り上がってんじゃん。まあまあ前同じですよ。暖かそう。ああ、そうやね。なんでこっちめっちゃ向いてちょっと暖かいところに移動しました、ね、はい、移動しました。いやー、そうなんだよな。なんかありました。2月の思い出聞かせて。2月の思い出。2月末の思い出。2月末の思い出を今ね。2月これ使えるの。2月末の思い出ね。鳥が卵を産んでね、2月末に。え、そんな飼ってんの。もう飼ってる。1年え、嘘だ。いやいや、半年。だいたい半年で産み始めるらしいね。2月末には鳥いたの。あ、去年の2月末ってこと。あの、私はてっきり未来を想像して。いや、思い出っつってんじゃん、だって。そうね、うん、おい、去年の2月違う、去年の2月の思い出なんかないよ。いや、去年に限らずよ。2月末こんなことありましたよねっつって。逆にあるウルーの時もあったねみたいな。あったね。うん、2月末の思い出ね、特にないよね。結婚式、あ、違うか。結婚、お前さ、うん、その結婚式の動画とかさ、うん、写真って残ってる？残ってる。今度見せて。おう、見てる。おう。おう。かまちまた様を見せて。動画もあるの？動画もあるよ。あ、動画は俺入ってねえだろ。俺映ってない。大丈夫か。大丈夫っていうこと。いや、映ってるよ、写真とかに。モザイクかけろよ。なんでよ。
どこにも黒歴史じゃねえかよ。どこにも出さんやつになんでわざわざ自分でモザイクかけて。お前の結婚式に出たことは黒歴史だろ。わざわざモザイクかけて。なんちゃんとした家庭やってるんだから。白も黒もねえよ。ちゃんとした家庭やってるんだから黒じゃないよ。あれどこなの？俺どうやって行ったんだろう。ちょっと電話かかって。あ、いいよ。電話かかってきたじゃないの。はい、もしもし。お前よ。人がライフワーク、人生の生きがいだとしてるこのラジオの途中によ、うん、電話取ってよ、うん、自分 の, あの持ってる土地のエリアが値上がりして機嫌良くなってるんじゃねえよ。約倍になったらしい。何をちょっとワントーン高くなった声になっとんだろ。買った時の倍になったらしくてね。うるさいよバカ野郎。何機嫌良くなってんだろ。いや機嫌別に良くなってない。良くなってない。ならないわけないじゃん。なってないよ、ね。どういうこと。なんでそこ隠すの。ラジオ中に電話が来てやべえな怖いなって思ってるよ。いや今お前土地が上が本当ですかじゃないのよお前。営業ですこちらも。営業トークですよ。ふざけんなよお前。そういうのから離れた人生なんだからこっちは。いやこっちはそういう人生なの。だからいつもほらラジオ中遠隔で撮ってるけどさ、やっぱこういう電話をしたすぐ後にラジオ撮ったり、ラジオ撮ってまたこっちに戻ったりして、お前にぜひね、うん、まあこれは結構有名っちゃ有名なんだけど、うん、見てほしい漫画があるんだけど、はい、劇画オバキューっていうね。劇画オバキュー知ってる？あ、知らない。まあ、キューちゃんはわかるじゃん。うん、はいはい。オバキューが、うん、藤子先生が、うん、それを劇画で描いたやつ。はい、劇画はわかる。ちょっとかんない。デビルマンとか、ね、ああ、はいはい、はいはいはい、こうリアルっぽい、うんうん、そう、劇画オバキューって言って、はい、要はキューちゃんの20年後とか、はいはいはいの話、はい、へえ、うん、これはいいんですよ。あ、そうなのね、うん、あ、ちょっと見てみるよ。私と関係あるの、うん、だからさながら俺がキューちゃんでお前がショウちゃんだなと思って。劇画オバキューの。あ、見てみるよ。こんなね、うん、切ない話ないよ。あ、ほんと。俺はずっとキューちゃんなのに。はいはいはい。あ、そういうことね。なんとなく見えてきたけど、ね、ふわっと、うん、ふわっと見えてきたな。いや、こっちもやってますからちゃんとね。そう言ってたもん、翔ちゃんも。なんかそんなこと言ってた。気持ちわかるよ、うん、また今度でいい？キューちゃんって言ってた。悲しいな。キューちゃんは変わってないのに。劇画オバキューいい漫画なんだよ。あ、そうだね。へー、あで、それをさ、うん、その誰かがパロディで作ってなくて、その同じ藤子先生が作ってるのがいいのよ。あ、そうなの、うん、すごいね。ファンタジー、SF もの後にね。はいはいはい。なんかさ、うん、ちょっとこういうのをちょっとやってみようみたいなね。はい、なんか、うん、知らない、うん、けどちょっと食らいついてみて、見てほしいんだけど。はい、知らないこと、うん、うんうん。何これエネルギー使う。そう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 。いや、まあ、そんなことない、そんなことない、うん、あのにわかってあるじゃん。はい、知りもしないで。はいはいはい、うん。それがさ、にわかが一時にわかが恥ずかしい。うんうんうん。そっから一個段階踏んで、うん、要は、アスリートとかそっち側はいや、にわかこそありがたいんだよ。はいはいはい、うんうん。お前らがそうするせいで、うん、あのそういう広がらない、広がらないんだ、うんうん、っていう今時代でしょ。うんうん。もう一個飛び越えてさ。うん、本当に知りもしないのにちょっと喋ってみようかなっていう。ああ、はいはい、うん、お前に聞きたいんだよね、うん、あのお前やっぱり一番好きなプロレスラーちょっと教えてほしい。お前が一番ファンな、ファンの一番ファン、うん、そうね、長州力。長州力はやっぱいいよ。あれやるよ、じゃ、うん、お前、うん、選手の話だからね。うん、そのなんか、うん、タレントの話じゃないからな。うん、うん、選手の話ね、うん、選手の話でしょ、うん、で、長州の選手の話だと、うん、やっぱプロレスの、やっぱプロレスラーとして、うん、タレントじゃない、プロレスラーとして好き、 好きな、うん、一番好きな、一番好きなタッグでもいいけどな、明太キット。
そういう上やだな。そういうあのやっぱメジャーどころがいいな。メジャーどころ。それお前ほらツーブルじゃん。そうやってメンタキットがいいみたいな。福岡だからそれしか知らんっていうね。うん、メジャーどころ。三沢さんな。三沢も好きだけど。好きだけど。うん、高山。ああ高山義弘。うん。金髪のね。ノーフィアの。ノーフィアの。うん。それがやっぱ、うん、どこが好きなの？やっぱあのビジュアル？ああ。うん。金髪。大きくて金髪。大きくて金髪。大きくて金髪。うん、一時の貝谷川崎もそうだったけどな金髪だった。いや一時のな、ほら基本茶髪だけど、うんうん、そういうこともする時あるじゃん。あ、はいはいはい、はい、大きいし。ちょっと待って、貝谷川崎とね、うん、金髪だね、うん、とは違う。違う。高山さんの好きな必殺技は、これほら大事な、うん、さっき言ったけど、うん、これ段階があるじゃん、うん、にわかだったもの私知らないからはい、じゃなくてね、それを排除せずに受け入れよう、うん、じゃなくて本当に知本当に知らなくて、本当ににわかろう。あ、だからあの技、あのパンツ原骨知ってるの、あの原骨にわかじゃないから、それ捕まえてダルシム的なことその ヨガ的なやつなんか見たことないわ、やってんだ、うん、あお前すごいな、ツーだから何試合に1回ぐらいしかやらないやつだろ、ね、あそう、うん、あれいいですよ、うん、1回見たら忘れない、ね、好きなプロゴルファー、これに関しては俺も、うん、うん、宮里愛古い古いっつうのも失礼だけども、いや、うん、宮里愛ちゃん、うん、沖縄のね、うん、どのやっぱ一番覚えてるこの大会というか、うん、うん、アメリカのツアーがねやっぱり優勝したでしょあそう、あもうよく知ってんな、アメリカのツアーを優勝してるのあへえ、その時の、うん、争って、まあ一回その話はいいかな、うん、じゃあプロ野球選手は？プロ野球選手はこれいけるだろ、イチロー。あ、大谷翔平よ。お前はことごとくいいにわかだなもうまだほんとなめしてる途中のちょうどいいにわか昨日なめして、うん、本当にいいよな、そんなしか知らない、うん、まあいいよ、イチローはね、大谷翔平もすごいから。何がやっぱいい、やっぱ打つから世界記録持ってるし世界記録持ってるからね。これ楽しくないこの話。あ、まあいいねサッカーは、お前サッカーやってたんだ。サッカーで好きな選手でしょ、うん、一番好きなの。やっぱサッカー始めるきっかけにもなったベッカムデビッド・ベッカム。でもさ、うん、これ一個思うんだけど、うん、ちょっと笑ったけど、うん、なんか、うん、嫌な風潮でさ、うん、そのなんかプロレスもそうだけど、例えば、うん、あのやっぱ今はあの剣王が推してるんだよとかさ、うん、そういうさ、うん、言われるよりはさ、うん、聞いてる人なんて全員知らないんだよな、全員聞いたことある名前の方が安心するよな確かにそうだね、そうだね、そうだよ、うん、だからなんか、ね、なんだあのこの例えも出ないぐらい分かんないんだけどサッカーでもなんか、うん、あのボバンの時代が良かったそう言われてもさ嫌じゃん分かんないからね、うん、アンジョンファンが、アンジョンファンいたねって言われても、うん、分かんないからベッカムぐらいお前はベッカム見てサッカーを志したあ、もうベッカムがいいですねやってた、ヘアヘアはやってないね、やってないんだ。背番号やってたね。背番号やるってお前の意思でやれんの？まあまあまあ、ちっちゃいチームだから。ああそうなはあ、バレーボールバレーボールバレーボール加藤陽一知らないもうお前すごいな、やっぱ
やっぱ、うん、にわかだから俺分かんないもん。誰加藤陽一って。加藤陽一よ。区民の区民会館の。誰加藤陽一。元日本代表加藤陽一ね。アタッカー。へえ。ちょっと青ひげのね、イケメン。青ひげイケメンはもう想像がつけない。バレーはね、あのうち奥さんがバレー部でさ、あで、バレーの話たまにするのよ。あ、そうなんだ、ね、うん、それで、ちょっと加藤陽一。ミュージカルスターかと思ったね。城田優。食らいつくな、お前が一番好きな人聞いてるからね、俺。城田優。知ってる人とかじゃないからね。一番好きな人聞いて。城田優。やっぱいい、うん、いいね、いい、背見ちゃう、止めちゃう、背高い、手止めちゃう、イケメン、背高い。漫画家はいけるな。漫画家は、うん、小田栄一郎、うん、全部、いやだから全部なのよ、お前全部、ど真ん中、超一番のやつ言うの。外さないね、うん、時代、やっぱ時代劇役者で言うと、やっぱ誰？松平健。早いな、あれすごい。さすがだな。松健はね、うん、相撲取りは？相撲取り？うん、裏。あ、新しいね。ああ、う、裏好き。裏、あ、まあね。お前は？私、誰やろうな。海王。長いから。長かったから。長かったから。あと、力強いから。いや、みんなそうだろ。大体のやつ、みんな強えだろ。相撲なんだろ。大体のやつ、みんな強えだろ。俺、若林君みたいになっちゃった。確かに。やめろよ、もう。うん、いいじゃん。これ今度誰かとやると楽しいよ。そうやね。多分ずっと笑っちゃうよ。確かに。あ、いいね。これ楽しいよな。これはいいね。だからさ、嫌なんだよ俺。お前もよく言うじゃん、うん、そんな詳しいマニアなこと言われてもとか俺言いたいわけじゃなくて、はいはいはい、うん、だけど別にいいんだから。マニアじゃなかったらいいんだよ。何でもいいのね。いいんだから、うん、好きに、人が何かを好きになることなんていうのはあっていいんだから。まあそうね、うん、うん、一番好きなジャニーズ。ジャニー亀梨。いいんじゃない。本当に本当に一番。いや俺これ先に言ったけど、うん、知ってる人ゆえじゃないからね。早くすぐ知ってる人ゆえじゃなくて一番。でもパッと出てきたってことは。亀梨の何の曲が好きなの。ギリギリギリで1回から。みんなそうなのよ多分。絶対俺も思い出したのそれなしね。でもパッと思い出すってことは一番好きなのかもしれない。好きしてる。好き、まあそうなのかもしれないよ。あ、そう。他なんかあるかな。これ人のが面白いのかもな。あ、そうね、人の方がいいんだよね。好きな NBA の選手だけちょっと聞かせてし。NBA バスケをね。え？マイケル・ジョーダン。一番好き。マイケル・ジョーダン。一番好き。神様。やっぱあれでみんなな。あれでね。あそこからだもんね。そうそう。みんなマイケル・ジョーダンからやっぱ目覚めたというかね。そうね。うん。なあ。いやすごいよ。いや、ジョーダンなんつうの。そう、商品にもらってね。画期的だよ。うん、マイケル・ジョーダン以外いないでしょうね。好きな、うん、ブラックミュージックの海外アーティスト。海外アーティスト、うん、え、ブラッドニー・スピアーズ。ブリトニーな。ブリトニーか。ブラックミュージックでもねえし。ブリトニー。ブラッドニー。引っ張られちゃって知らないから。そっか、ブリトニー・スピアーズね。なんならポップミュージックみたいなど真ん中のやつ。あ、そうなの。なんかベターな。あ、いいじゃん。うん、はあ、いいね。好きな靴のブランドとか。あー、好きな靴のブランド、うん、え、ワークマン。いや、そういうことじゃなかったんだけど。いや、ほら、スニーカーとかだから俺が聞いて。あ、限定ね。そう、
それ業者の話俺業者の話しないんだよ。ワークマンはいいからさ。いやいいな、わかるよ。安定靴もいいし安いし思ってるのと違うね。みんなが想像してたそこに関してはもうにわかじゃなくなってたからね、うんうん、好きなのはスニーカー。スニーカースニーカーにしよう。スニーカースニーカーって何履いてるかな。アディダス。あ、うん、アディダス。これこれはアシックス。これはアシックス、うん、これずっとやれるな。やれるね。好きな料理人だけ聞かせてもう言いたくないけど料理人でしょ。もうシュートビとかいいじゃん。それか神田川のどっちかだよね。そうだね。好き、何回も言うけど、お前好きなの、知ってるの言うなよ。ねね、一番、うん、一番見たやつとか言うなよ。うん、好きなやつだからね。うん、好きな、いや、うん、一番好きな落語家だけちょっと聞かせて。落語家、うん、え、落語家笑福亭鶴瓶落語家でしょ。落語、うんうん、じゃあ、うん、江戸落語の一番好き。江戸落語、うん、落語家、うん、江戸落語落語家とか。いや江戸のよ、うん、江戸の落語ビートたけし。でもそれはもうダメよ。そのあ北見千三郎。いや違う違う、落語家じゃねえじゃないの。分かんない。だから要はあれよ、笑点とか出てるような人たち。ああ、それもう言うじゃん、笑点の人。歌丸さんが好きなの。歌丸さんの落語がやっぱり好きなの。そうつけよ、お前。見たことねえだろ。緑でしょ。じゃあ、見て、色を言うって。そのなんか、その、何、ももクロじゃねえんだよ。緑推しなんだ。緑推し。俺、箱推し。全部。全部。全部ね。これが難しいのはさ、うん、好きなテコンドーの選手とかやったら冷めるじゃん。そ う,、ね、そういうことじゃねえ。まあ、出てこないからね。あ、じゃあ K1 の、K1 ファイターだ。あ、K1 ファイターは、K1 結構悔しいよ。だけピーターズ。一番好き。お前の振りが綺麗なのよ。めっちゃ詳しいようで、もうど真ん中だよ。フグかアーツ。そうだ、その二人だったね。お前なんなんで、一番詳しいって言うから、お前本当になんかそういう最近のやつ言うのかと思うじゃん、こっち。はいはいはい。止まってんじゃん、時もうアーツで。確かに変な、勝った後変な帽子かぶるでおなじみのベレー帽みたいな、ね、変なジャケットと変な帽子、変な帽子かぶるでおなじみのノースリーブのね、お前、うん、止まってんじゃん。あ、そう、あ、いいじゃん。プロレスラーとかな、その知らない同士でいい、ね、うんうんうん、高山が出るんだ。高山、そう、そう、武藤とか、あ、蝶野正弘とかね。そうか、猪木とかもそう。あ、そうだよ、だから馬場さんとかでもいい。あ、そうね、高山。なんで三沢と。いや、いい、やっぱ緑推しなのよ、三沢も緑だから。やっぱ好きなのからいいんだけどね、うん、あ、じゃあ好きな、うん、好きな阪神の選手。阪神の選手、はい、金本。ああ、いいじゃん、うん、なに、ちょ、何回も言うけど、うん、知ってる。ああ、じゃねえんだよ、俺も。お前、何が好きなの、金本の。やっぱ、鉄人、試合に出続けた。うん、あ、そうか、そうか、うん、あ、いいじゃん。あ、じゃあ一番好きな韓国人。韓国人、うん、韓国人、チェジュ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 って、あのよ、パ4の、4の相方4の相方か、そうか。4様の、ね、何が好きなの、チェジュ。チェジュ何が好き。やっぱ女性。いやいや、綺麗な女性。あ、綺麗だ、うん。で最後に、あの、一番好きなフランス人だけど、聞かせて。フランス人ジダン。
それしかない。違うのよ。俺もう何回も言わせないでよ。あの知ってる人言わないでよ。それ好きだから、ジダンが。頭突きで有名とジダン。あ、そう。これ楽しいでしょ。それ楽しい。誰かとやってみろ。これは奥さんとかってやってる。そうだよね。意外と面白いから、うん、楽しそうだよね、このゲーム。奥さんに好きなプロレスラーとかそうね、聞いていって。やっぱ人の方がいいんでしょうね。好きな料理人。何が笑っちゃうかって言ったらさ、俺もそれが出てるじゃん。そうだよね。あ、今日の一曲。今日の一曲、悲しみ食い、はい、これね、あの、うん、今日はほら総括するところ前半聞いてられなかったけど最後まで聞いてよかったとみんな思ってくれてるはずよ、よかった、うん、いいゲームでした。また会いましょう、はい、シャゲオーケストラと星ももでした、さよなら。俺がお前の悲しみを一つ残らず食ってやる。したくなるよな、あいつに裏切られたって、運のせいにもしたくなるよな、こんなはずじゃなかったって。でもそれで何が残る？俺は結局残んなかったよ。それで何が伝えられる？俺は何にも伝えられなかったよ。ああお腹すいた、ねえなんかある？あら何それ、ちょうど今持ってるじゃないの。よしじゃあこうしよう。
しみを一つ残らず食ってやれ。鮭の話。